れん草をネギです。続いてこちら、みょうがサラダ。みょうがとかいわれ大根と水菜とゆで卵です。みょうが流行ってるんで自分の中で。ドレッシングは冷蔵庫にあった玉ねぎドレッシング。うん、うん、うまっ。みょうが最高。うん、うまっ。うん、え、めっちゃドレッシングと合う。ゆで卵固めだけど美味しい。ドレッシングが美味しいこれ。あ、かいわれもいい感じ、辛くて。うん。そして本日の主役、銀だらの煮付けです。じゃーん、食べてみます。おいしい。やっぱいいね、煮魚。うん、おいしい。まあそりゃおいしいよな、だって銀だらの煮つけだよ。うまっ。あ、なんかあのあとちょっとあのタレをね煮詰めてちょっとトロトロにしたんですけど、それがいい感じ。お米も食べます、せっかく炊いたから。この前お米買った。うん、美味しい。めっちゃお米合う。日本最高。日本人でよかった。うん、骨出てきた。え、めっちゃ良くない？ごまあえうま。今日の献立なんか結構天才。なんか一人でこんなしっかりしたご飯を食べてるところを見られてると思うとちょっと恥ずかしい。うん、うまっ。うん、皆さん星とかありがとうございます。
食べさせてあげたい。料理配信終わってからお片付けして、で夜のラジオ配信でね、お便りを見たいからそのお便り募集してて、でそれをインスタとかに届いてたんですけど、それがね、それをいっぱいいただいたんですけど、携帯見ながらやるのあれだから紙に書こうって思ったの。皆さんから届いたコメントとか質問とかを紙に書いてまとめようって思ったらすごい時間かかっちゃって、40分ぐらいやってて、なんか久しぶりに文字をあんなに書いたわ。文字書くの好きなんだけど、なんか携帯に届いてる文字を紙に書き写すっていうことが結構無意味なことじゃないじゃん。無意味なことじゃないですか。自分のなんか心の気持ちとかを書いてるわけでもないし、なんかねすごい工場作業してる気持ちになったんだけど、なんか無心になれるから結構好きです。美味しい、最高なんだけど。しかもこんな簡単にできるの。もうお腹いっぱい、なんか今日お腹すかない。写経みたい。写経っていうのは写経あれでしょ、お経を書き写すやつ。その茶碗どこの？どこだ？この綺麗なフォルム、そしてこの綺麗なね純白、かわいいこの丸っこさが。直線器も OK です。おお、なるほど。正解は Can do Can do でした。ダイソーって意見が多かったですけど、でもさ、めっちゃシンプルでさ、全然良くない？私はねキャンドゥ派。セリアだっけ、あの可愛い百均って。このお皿は名前もわからないけどよく買うお店。
なんかキッチン用品とかお皿とか売ってるお店なんだけど、お店の名前考えたことなかった。なんてお店なんだろう。ケユカじゃない。ケユカもね好きです。ケユカいいよね。みょうがもっと食べたい。みょうがが少ない。ご飯食べましたか皆さんは。うんうん、なんか中華料理食べてる人めっちゃ多い。暑いからかな。そんな暑くないか今日。でも食べたくなりますよねこういう季節。乳麺食べてます。乳麺セブンイレブンにさ、お湯注ぐだけで乳麺になるやつがあるんだけど、それの豆乳担々麺味みたいなのがすごい美味しくて、ちょっと辛いんだけど、いやでも普通の人からしたらそんな辛くないかもだけど、それがすごい美味しい。なんかもうお腹いっぱい、食べるの疲れた。もうすぐ食べ終わるから待っててください。星ありがとうございます。ありったけの星投げてください。ライトやったらさチカチカしちゃってる。もうちょい。おお。結構切り身でかかった。何の煮付けが美味しいかな。魚さばける？
さばける、包丁があれば。うん、カレイ、カレイ人気だね。ブリ、キンメダイ、キンメダイ、キンメ、うん、キンメ大人気じゃん。なんか旅館とかで出てくるイメージ、キンメダイ。サバの味噌煮、サバの味噌煮って給食でしか食べたことないかも。カレー人気だね。ブリ大根、ブリ大根って食べたことあるかな、ないかも。和食作ることが多いの？はい、圧倒的に和食ですね。一人暮らし始めてからパスタ作ったことないかも。あるかな、一回ぐらいかな。中華も作るけど、もういい、もうバイバイ。うん、顔は洋風なのに。だって嘘、私顔和風だと思うんだけど。体型も和風、めっちゃ着物とか浴衣似合うし。和服が似合う、いい意味で。もちろん、顔は洋風だと思った。うん、確かに鼻高いっていうかでかいしね。のぺってしてるわけではないんだけど、和服が似合うんですよ。何食べてるんですか？自分で作ったお魚定食を食べてます。写真載せよう。あ、もうちょいでお魚が食べ終わるよ。このお魚の煮汁余ってるやつをご飯にかけて食べたいけど、お皿からお皿の移動って結構難しくないですか？あの汁系、床にこぼ、床っていうかお皿からはみ出てこぼれちゃうよね。懐かしい、ショールームイベントってそう、こうだよね。なんか生活をさらけ出す感じ。
懐かしい。そうだそうだ、これだよこれ。いけ。一緒に食べてる気になる、だって。え、それは何より、それいいですね。それうん、確かに私もそうか。だってさ、一人だけど一人じゃないみたいな気持ちだもん、ずっと喋ってるし。同棲生活、確かに。味覚伝わるようになってね、匂いとかさ、味もさ、こう届けられたらいいのにね。なんかみんなのファンレベルが上がりましたってさ出てくる。誰々のファンレベルが上がりました。すごい、ファンレベルとかあんの。もうちょいで食べ終わる。洗い物したいけど、配信終わるまでかな。ファンもレベル競わされる。そうなの？ん？ファンレベル明日リセットされる。そうなの？何それ。ファンにレベルとか良くない？たまに骨がいる。骨は出す派ですか？噛み砕く派ですか？噛み砕け骨なんてって言われたことあるんだけど。噛み砕く人もいるんだね。でもかっこよくない？魚の骨は噛み砕きますとか言ってるアイドル、食レポとかで。お味噌汁だけ、もうなんか食べるのが使命感みたいになってる。うん、焼きとか揚げなら骨が噛み砕きやすいんだ。
フードファイターフードファイターやば寒い子よ、フードファイターとか久々聞いた。なんかダイエット中とかフードファイターの動画見て、見ただけでお腹いっぱいにさせるとかいう人いるよね。慣れるかな。いや結構すぐお腹いっぱいになるんですよ私。けどすぐすく、すぐすくっていうかすぐ食べたくなる。もうちょい。ごちそうさまでした。完食。びっくり。何これ。クマジュ。ありがとう。三角おむすび。ありがとうクマジュ。完食、完食したら来た。ありがとうございます。ああ食べ終わった。やりたいこといっぱいあるのに、食べるのに時間割いちゃった。ふう。クマ獣じゃなくてタワー獣なんだ。あ、これタワー、本当だ。クマが上に乗ってるタワーだ。ありがとうタワー獣、タワー獣ありがとうございます。え、じゃあさ、ご飯の量、写真をさ、載せようかな。でも上手に写真撮れなかったな。どの写真にしよう。これでいいかな。ちょっと悔しい、上手に撮れなくて美味しそうに見えるフィルターをかけて。あーお腹いっぱい。いいね、ツイートしようかな。どうしようかな、ツイートする、するか。清水キッチン、ショールーム配信でご飯作りました。ミョウガサラダ、なんだっけ、銀だら、銀だらの煮付け、ミョウガサラダ、
ほうれん草、ごま和え、お味噌汁、お腹いっぱい。イベント楽しんでます。ごみに、あ、これでいいかな、ツイートの文章。あ、え、1位になった、やった、なんで、いつの間に、ありがとう、私が全然見てなかった、本当にごめんなさい。あ、皆さんギフトごめん、ありがとう、ありがとうございます。1位やん、ありがとう。タワー銃の威力です、うん、ありがとう。タワー、え、そういうこと、え、クマ銃じゃなくてタワー銃ってそういうこと、そういうこと？うそん、ダメだダメだよっていうのもあれだけど、マジか、毎日ご飯作ってあげたい、ありがとうございます。もうさ、絶対見に乗るじゃないとね、頑張ります。マジか、てかもうそれだけじゃないですけど、本当に皆さんありがとう。ツイートするね。ツイートの文章どうしよう。ショールーム配信でご飯作りました、で、こんだって言ってお腹いっぱい。ちょっとさ、まあいいよね、こういうなんてことのないさツイートでもいいんだよね、いいよね。あ、食べたい人とか聞いてみるとか、アイドルっぽい、アイドルっぽい。ツイートした。やばい、38分、え、ね、時間過ぎるのが早い。何しようとしたんだっけな。あ、そう、お兄ちゃんの餃子の件は、でもツイート連続になっちゃうから明日かな。で、私は今から小道具を作りたいと思います。何色がいいかな、これと合う色、
かわいい、かわいい、かわいいけど好きじゃない、かわいい、あ、めっちゃかわいい、うん、うん、かわいいけど、え、めっちゃかわいい、どうしよう、いやもうピンク縛りをやめるか、何色がいいかな、でもオレンジいつも使ってるけどオレンジって感じじゃないんだよな、いやでもここはピンクにしよう、あ、薄ピンクにするとか、何の話だって感じだよね、あ、これにしよう、あ、もぐもぐじゃないね、もう、オンエアってどうやって書くんだ、 ON、 AIR かな、 AIR、緑かわいい、最近緑好き、よし、ラジオっぽいものを増やそうと思って、ちょっとでもラジオ感出るようにオンエアの看板を、でも作ったとこでどこに置けばいいかな、さあ納得いかない、え、こうか、このなんか最初でかくてあとちっちゃくなっちゃうみたいな、このなんか計画性のなさみたいなの、いつもこうなっちゃうの、なんか清水マリアって名前書くときもなんか画数多いしこうなってしまうんですけれども、いやでも髪ももったいない、いやそう赤のイメージなんですけど、赤がないから濃いピンク、いやでもねイメージが大事ってわけじゃないよ、うん、自分は自分、この塗りつぶすのとか昔からすごい苦手だった、なんかポスター書く授業とか宿題とかあって、下書きとかなんか構成とかはすごい好きなんだけど、考えたりするのけど、色塗りになった瞬間失敗するし、なんかあーダメだってなっちゃうんだよね、昔から、かわいい、やっぱピンクと緑の組み合わせ、ちょっとね
んな色塗りに時間かけてる場合じゃないよね。まあいっか、こんな感じで。テープあるかな。これがうん、まあ悪くない、悪くない。よし。で、明日の予定もね、組まなきゃね。そうで、どんな配信してほしいとかありますか？こういう企画やったらいいんじゃないみたいな、そういうのを考える配信の回にしたかったんだけど、残り15分。フリーレ配信、それ思った、いいよね。なんか曲覚えてみるみたいな。なんか字がすごい下手今日。カラオケ、コラボもやるよ、みんなと話してる大喜利いいね。あ、髪型アレンジ、似顔絵、絵描きたいよね。そう、なんか絵の具とかで絵描きたい絵の具買って、絵の具だって小学生以来使ってないもんなぞなぞもやるよ、みんながいっぱいコメントくれた。折り紙懐かしい。コラボいろいろ見たい。そう、いろいろやりたい。歌を作るカオス あとね、ファッションショーもしたい料理ももちろんしたいね。あ、6月生まれの人にケーキプレゼント、確かにみんな、あ、でも食べなきゃいけないのか。一人公演やりたいって思った。でもね、場所がね、レッスン場の一角とか借りれたら踊れるんだけど。この1週間で何かを習得する、めっちゃいい。何習得しよう1週間で。なんだろうね、台本は覚えたいけど、この1週間ででも言えないからね、セリフけん玉、なんでそんなけん玉人気。手品やりたい。でも結構集まった。フリーレ、カラオケ、コラボ、大喜利、髪型アレンジ、似顔絵、なぞなぞ、折り紙、ファッションショー、料理、一人公演、結構いいねやばい、48分。明日はスモアルがあるんで、スモアルの前後もあるから結構夜遅くなっちゃいそうで。違う、明日6月じゃん。え、6月1日とりあえず朝は一発やらないとでしょう。でも朝ね、
て、なんか仕事合間に帰宅後何時になるかな、分かんないんですけど、まあ一応21時だとして、すいません朝早い時間じゃなくてごめんだけど、どうしようかな。でもやっぱ夜帰ってきて、例えば1時間やって、そしたらまた1時間空けた方が良いってことなんでしょうか、先生。3時間やるとしたら、多分夜いっぱいやんなきゃだから、例えば2時間続けてやるっていうのは割と効率悪いってことですよね。やっぱ開けないとなんだよね。だから本当に明日仕事合間に、夕方とか夜に合間でできたら最高って感じ。じゃあ朝はちょっと遅いですけど10時から30分やります。家出る前に。で、帰宅後明日お仕事が何時に終わるかしっかりの時間が分かんないので、ちょっと予定が全然決められないんだけど、よし、じゃあこんな感じで明日やります。なんか家出る前のカフェラテとか飲みます。でちょっと仕事中、明日は割となんかあるので、間とかに配信できそうだったらしようかなって思います。で帰ってきて多分9時ぐらいに始められたらいいけど、何時に終わるか分かんないので、こっから1時間やって、1時間ちょい空けてオールナイトできません、やります。
けどもう分かんないのでその都度報告します。で明日はちなみに6時からスモアかな、7時かな、じゃあスモアの後もあって、だからスモアの配信が終われば終わるってわけじゃないので、なかなかスモア6時からだっけ、スモアもぜひ見てください。小さな国チャンネル、って感じかな。ってことは1時間半、合間で45分ぐらいできたら3時間できるってことか。どうだろう、できるかな、45分、絶妙ですけれども、なるべく3時間近くやりたいよな。それはじゃあもう合間がたくさんありますようにって感じで、このさスケジュール考えるのめっちゃ大変で、なんか稽古も始まるんですけど稽古のスケジュールが全く出てなくて、だからそのスケジュールが出るタイミングとかが本当前日の夜とかになっちゃったらあれだし、そのスケジュール稽古スケジュールによってね全然配信できるあれが変わっちゃうので、早くスケジュール出てくれって感じ。でもなんか決まりと決まりっていうか自分の中の決まりとして11時15分から12時まではちゃんとオールナイトできません、毎日やりたいなって思ってます。でも絶対その時間には帰ってこれるから、稽古だけなら。なので、まあ、夜その時間は絶対ラジオ風配信できるって思ってください。稽古まだ始まってないんじゃないんだっけ、明後日から始まる、だから明後日にはいろいろ覚えたいんだけど頑張ってみる、覚える。でも覚える配信したいけどさセリフ言えないもんね。あ、本当だ、1位だ、1位に返り咲き、イエーイ、ありがとうございます。ですごくあれなんですけど、ちょっとお風呂に入ってもいいですか。だから次ちょっとあのすっぴんになっちゃうけど、いいですか、ちゃんと整えるから顔は。でも初日からやめた方がいいかな、まあいっか、いいよね、いつか見せることになるんだからっていうポジティブにいこう。じゃあランキング見ます。私2分ぐらい遅れて始まったよね今回の配信。じゃあミニだから32位、たっくんありがとう。31位、ワンタンメンありがとう。30位、つばまなあゆありがとう。29位、ヤングンミニアありがとう。28位、ヨシオンありがとう。27位、ナオアットグンミニアありがとう。26位、ナカケンありがとう。25位、グワポアットグンマニアありがとう。24位、ジェリーありがとう。23位、チュメスありがとう。22位、タッチゴールグンマニアありがとう。21位、ホアンありがとう。20位、ヒロシ24ありがとう。何の、あ、24、どっちだろう。19位、ヒロノリアットグンミニア
ありがとう。18位、かきくけこばさん、ぐんみにゃありがとう。17位、ゆうゆうありがとう。16位、しんじっぴ、ぐんみにゃありがとう。15位、おすぎ、大西軍ありがとう。14位、じゃんあっとぐんみにゃありがとう。13位、チャーあっとぐんマニア、ぐんみにゃ、ぐんマニア、ぐんみにゃありがとう。呪文みたい。12位、りょう幕張のぐんみにゃありがとう。11位、神押しやっとぐんみにゃありがとう。10位、しーちゃんありがとう。9位、カンタあっとカンカンありがとう。8位、ハンハンあっとぐんみにゃ FM 群馬イベぶりにトリヘイと、え、そうなの、嬉しい、トリヘイ言ってくれていいね、ありがとうございます。7位、幼いクリーニングぐんみにゃお仕事中頑張れファイト、ありがとう、お仕事中に。6位、船長ぐんまにゃ船長ありがとう。5位、かずみやっとぐんみにゃ、あ、違う違う、ぐんみにお、どんどん変わるありがとう。4位、ピノピノありがとう。3位、タートシグンミニア、マリアの手料理食べたい、食べてほしい、本当にみんなにあげたい、なんか炊き出ししたい、炊き出ししたいね、ありがとうございます。2位、三角おむすびグンミニア、ありがとう、タワージュも本当にありがとうございます、幸あれ、本当にありがとうございます。1位、ソウスケグンミニア、ありがとう、ありがとうございます、本当にありがとうございます、ありがとう。みんな、私はさ、ギフトとか多分さ全然読めてなかったりするんですけど、それごめんなさい。でもみんな本当に本当にありがとうございます。もう見てくれるだけで本当にありがとう。星とかカウントとかギフトとかもうありがとうございます。ごめんね、本当に。あと1分ぐらいやります。あ、ここに出てない、出てない、私だけやっぱ出んのかしら、みんな出てる、私だけ出てる、どうだろう、わからないけど、でもじゃあ、あ、2分になったので終わります。じゃあ次は11時15分目標で始めたいと思います。あと1時間15分後なので私は失礼しますが、お風呂に入ってきたいと思います。じゃあ今はまだこっちです。じゃあね、ツイートもしたので見てください。バイバーイ、ありがとう。